菅野智之さん、実は順調に劣化していた。見かけの数字と平均球速はいいから騙される模様。そらもうおっちゃんやし劣化もするよ、当たり前のことやん。裏話みたいに言うな、みんな分かってんだよ。右投手で長くやるのは大変や。これで結果を出させてる小林がすごいわ。でもトカスは復活したって言ってるから、日ハムが示しなかったらメジャー行けたろうね。筋肉落ちたのかフォームのキレがなくなってた。飛ばないボールと巨人守備の UZR タスがマッチしてるんだろう。適当。田中マー君も急激劣化したな。被安打率がひどい。ダルビッシュと全盛期菅野は頭2つくらい抜けてるわ。これに張り合えるのは2022年大谷だけや。劣化はしてるけど、このまま最後まで投げられれば戦力なんよ。問題はいつ違和感とか言い出すかなんよ。由伸監督時代の菅野は本当に安心して見れたわ。前回のチニドラ戦でヤバい兆候出てるからな。 CS でノーノーしてたよねこの人。由伸が全てを継承したよね。ご視聴ありがとうございました。